こんにちは。今日はコルト SAA を紹介していこうと思います。通称ピースメーカーとして知られているこのリボルバーは、西部劇の映画やカウボーイ文化でよく知られている銃だと思います。この銃は昔主にカウボーイ、警察、犯罪者によって使用されていました。これは1873年から1892年にアメリカ陸軍によって採用されていた銃でもありますが、やはりアメリカ西部開拓時代に使われていた銃として一番知られていると思います。人気のリボルバーには複数の口径があって、銃砲身の長さは3種類あります。長い銃砲身はキャバルリーモデルと呼ばれていて、銃身の長さは19センチです。アーティラリーモデルの銃身の長さは14センチです。クイックドローモデルの銃身の長さは12センチです。この2つは 0.45 口径、そしてこれは 0.22 ロングライフル弾口径です。この銃を撃つには発射するごとに撃鉄を起こす必要があります。これはシングルアクションと言います。この部分は装填口といって、開いたり閉じたりしてリボルバーをロードしたりアンロードしたりすることができます。昔の西部には、神は人間を創造したが、サム・コルトは彼らを平等にしたということわざがありました。ウィンチェスターライフルのように、コルトもまた西部を征服した銃として知られていました。今回もお付き合いどうもありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。このシリーズをこれからも続けてほしいという方は、ぜひパトレオンでこのシリーズをサポートしてくださいね。このシリーズのウェブストア www.texasproductions.com もぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。